さあこの後は先日六本木にあるメルセデスベンツコネクションで行ったスペシャルクリスマスパーティーから公開収録の模様をお届けします。お待たせしました。この方を迎えましょう。メルセデスベンツミュージックファクトリー、大きな拍手と歓声でお迎えください。 Ladies and gentlemen, please welcome クレバー。メリークリスマス。メリークリスマス。今日はありがとうございます。今日もかっこいいぜ。クレバさん、このスタイル、ゼブラ柄のスーツにシルバーのシューズ、ちょっと久しぶりに髪の毛長いんだぞっていうところ、ちょっとですね、いつも結んでるんで、オールバックのアピールしとかなり固めましたけど、ぴっちりとパーティースタイルで、はい、長いんですね、ヘアが。長いんですよ。結構何年間も。これはどうかな、でもファンとか久しぶりじゃないですかね、俺が下ろしてるの見るの、うん、縛ってますよね、割とね。縛ってます、はい。今日はもうこれ振り乱しての、だって今日はパーリー、あ、パーティーだって言うから。いやいや、パーリーで大丈夫です。ついネイティブなとこ出ちゃった俺。入っちゃってます、もう入っちゃってますよ。ちょっとごめんなさい、パーリーですからね。すいませんでした。すいませんでした。ファッションも決まってますけども、ありがとうございます。今年は素晴らしい年だったんじゃないですか。ソロデビュー10周年ね。ありがとうございます。まあ我々楽しませていただきました。ベストアルバム K10 があり、はい、クレバフェスがあり、はい、夏にはキックザカンクルーもあって、うん、あったね。ご自身振り返ってみていかがでしたか。そうですね、クレバフェスやっぱ楽しかったですね、うん。1日目はすごい練習練習で、まあちょっと辛かったですけど、2日目はすごい楽しかったですね。みんなからもすごく褒められました。1日目は完全一人武道館、うん、ね、ありがとう。僕も見させていただきましたけど、ありがとうございます。伝説だよね。あれはね、サンタで言うなよ。レジェンド。そして2日目はそれこそ日本の R&B シーンを総括するような、そして新しいスタートを見せる。バレちゃった。そうなの。やっぱりコンセプトとしてはそういうバトンというか、俺が引き受けてっていうのありますか今。俺が引き受けてっていう感じはないけど、あの、俺ができることはやりたいっていう気持ちはあります。うん、メンバーを選ぶときに考えることっていうのは、この先のミュージックシーン、この先のミュージックシーンというよりも、久保田利伸の言葉を借りるなら、グルーヴピーポー、パーリー、パーリーピーポーみたいな、なんかそういう感じで。ノリですよ、みんな同じノリをこう共有できる人たちっていう感じですね。そのノリを作るため、どれだけの研鑽があるかという、褒めんなよそんなことなんですよ。それを初日でバーンとやってね。そんな褒めんなよ、もうそんな褒めんな。もうね、プレゼント全部あげちゃった。くればさ、ポッケも何もない。あ、いただけた、今入れとく。やった、うん、500円ぐらい入ってそう、うん。ちょっと溜まってるポイントカード。フルでくださいよ。満点のやつください。それはそれは俺がほら引き換えたいから、いろ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 振り返ったらキリがないと思うんですけど、はい、ご自身で一番印象に残った2014年、この出来事はありましたか。2014年、そうだな、誕生日ですかね。あ、誕生日にライブで10周年 でツアーの初日でみたいな感じで、もうすごかったですねその日は。うーん、そしてね、もちろんファンのぬるい拍手ありがとうございます。改めておめでとうございます。いいよいいよ、ハッピーバースデー。ありがとう。クリスマスだよもうすぐ、バカ野郎。何言ってんだよ、うるさいよ。風じゃねえよ、風じゃねえよ。もうすぐクリスマス、はい。浮かれやがってことだね。でもクリスマスもまた仕掛けそうですよね。何か考えてますか、クリスマスは。クリスマスあれなんですよ、23日が大阪でライブなんで、はい、次の日ちょっと仕事して、まあ、帰ってくるから、そんな特にないですね。熊本、大阪でライブがあって、大晦日はカウントダウンジャパン。そうです、まさに年をまたぐカウントダウンライブ。止まらないですね、走りが。おかげさまで、なんとか
来年に向けて止まらないといえば、はい、発表になりました。なりました。2015年。いや、もう知ってるね。2015年だけでそんなに騒げんの？すげえな。もうすぐだもん。2月27日を皮切りに全国47都道府県ツアー行くぞ。テンスアニバーサリーイヤー来れば47都道府県ツアー2015 Under the Moon。 こちらいい発音だね、うん、この Under the Moon、 月の下でっていうタイトルに込めた思いっていうのはどんなものありますか？全国どこ行っても、言ったら全国行かなくても、何があってもどんな日もライブ終わって外出たら必ず月があるじゃないですか、はい、で、まあ、変化も楽しめるし変わらないものでもあるしっていうので、まあ、アンダーザムーン、いいタイトルじゃないかなと思ってこれに決めました。同じ月の下で47都道府県だから、オラが村に来てくれたっていう喜びはあるよね。なんかあるみたいですね。俺も楽しみですよ、うん、いいよ45箇所で無理だよ、全部は45箇所ぐらいでいいよ、無理だよ、行く行くよ。多分ね、もうクレバさん豆だからご当地ネタをバンバンもう47個用意するんですよ。なんでハードル上げんのそんなそういう人なんですよ。今日の月はみたいな、そう方言覚えちゃってね。頑張ります。皆さんぜひぜひこのツアー参加してください。よろしくお願いします。最高だと思います。いいって、45箇所ぐらいでいいって、本当に全部は無理だから本当その前触れではないですが、この後いよいよクレバさんかましてくださいますか？かまします。 Are you ready? This is Clever。 私もはぐらかしたりして楽しめてる、なかなか調子よけりゃ両手に花束、その日もいつもの感じで派手めの仲間とシャンパンで乾杯、まるでボールのよう弾む話に笑い声が止まんない。遅れてきたやつが連れの連れの友達だと仲間に紹介、手振り返った瞬間にすぐに恋に落ちた、そこからもピーチだ、君の前にしたら不思議で何もできないその雰囲気で、それだけで目をくるわせる、窓わせる、もうなすこと、しとろけどもで行こうか戻ろうかどうしようとか考えてたら今日が終わりそうさ、全然見せ話、もっと君のことも見てばかりいて踏み出せない、なかなか緊張のせいか喉がガラガラ、何かの力を借りなきゃこのままできそうにもないスタンバイ、ケーキ漬けのためにきつめの酒も一人きりまた乾杯、まだまだ、いやまだ無理
だと結局同じやつをあと3倍で振り返った瞬間にそこに君がいたのさ。それでよろしくっていい声が耳に吸い込まれた。そしてまたピーチです。君も毎日楽しい気です。何もできないその雰囲気がそれだけで狂わせる。惑わせる。どうクレオです。よろしい、いいみんないい顔してんね。楽しそう。笑っといた方が得だと思うよ。でもこれからみんな笑顔にできるように、さっきもちょっと言ったけど、今日は普段やらないような選曲でちょっとクリスマスな感じで行ってみたいと思ってます。でもさっきもあのグローバーが言ってくれたけど、47都道府県ツアーやることが発表されました。いいよ、ほんと45箇所ぐらいでいいからね。ほんとギリ無理しないで、40箇所ぐらいでもいいよ。ほんとそれが45が47になるように、みんなに今日楽しんでもらいたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあ行ってみようか、クマ。あ、ちなみにさっきグローバーも言ったけど、ツアーのタイトル Under the Moon っていうんだよね。81.3GWAVE メルセデス・ベンツ・ミュージック・ファクトリー。今日は番組初のクリスマスパーティーからクレバさんのライブトークお届けしてます。この後もクレバさんのスペシャルライブ、さらに三浦大知さんとクレバさんのコラボレーションもオンエア、お楽しみに。メルセデス・ベンツ・ミュージック・ファクトリー。メルセデスからのさらなるサプライズを、つながるつなげるをコンセプトにメルセデスブランドの活動として、2011年7月六本木にオープンして以来、日々成長し続けてきたメルセデスベンツコネクション、革新し続けるメルセデスの今を提供し、さらなるお客様とのコネクションを作っています。試乗体験トライアルクルーズ、最新モデル人気モデルなど、気軽にメルセデスの魅力を体感できる試乗体験サービス、専門のトライアルクルーより試乗に関するサポートを行います。カフェダウンステアーズ、2008年ラテアート世界大会チャンピオンの澤田氏、人気ブランジェリーメゾンカイザーの木村氏をプロデューサーに迎え、こだわり抜いたコーヒーラテアートやオリジナルフードをご用意。レストランバーアップステアーズ、2014年10月11日リニューアルオープン。新しくなったアップステアーズでは、温かな雰囲気の中、リーズナブルなお料理とドリンクをお楽しみいただけます。オリジナルグッズメルセデス・ベンツコレクション、メルセデス・ベンツのマークをデザインしたオリジナルのライフスタイル雑貨、アパレルなど、さまざまな商品を取り揃えています。さあ、メルセデス・ベンツの世界観を思う存分楽しんでみませんか。スタッフ一同心よりお待ちしています。詳しくはメルセデス・ベンツコネクションで検索。メルセデス・ベンツの C クラスは今年インポートカーオブザイヤーに選ばれました。ステーションワゴンも加わり、さらに充実した C クラス、
メルセデス・ベンツコネクションでどなたでもご試乗いただけます。メルセデスの本気をぜひ体感してください。81.3GWAVE メルセデス・ベンツ・ミュージック・ファクトリー。この時間は先日六本木にありますメルセデス・ベンツ・コネクションで行いましたクリスマスパーティーから公開収録の模様をお届けしています。ゲストにお迎えしたクレバさん、三浦大知さん、慎吾鈴木さんでしたけども、今日はクレバさんのライブ音源まだまだこの後あります。三浦大知さんとのコラボの音源もあります。あの名曲も披露してくれました。音色を奏でるぜ。レッツゴー。何をしてみても無駄な抵抗、お前がいつでも俺を capable 影響与えてくれよ。いつだって刺激的でいて俺が死ぬまで間違いない、間違いない、まっすぐに交わりたい My baby 永遠を信じたくなるお前の声聞け、心が休まる時に揺さぶる激しく手を伸ばしてもすり抜け投げキス、無理でもいいの知れて全部感じてたい、耳元で年中 When you don't stop 俺だけのもんになんないってな分かってたけども、 Hey 愛してんぜ They know you're my baby、 そう誰よりもずっとお前でいてもらい、愛してんぜ They know you're my baby、 深い深い世界次々に湧き出るイメージ映像、hey、yo いつでもどんなシチュエーションにもすぐに馴染んでいくでしょ、不思議お前みたいなやつは全然いない、変幻自在 My baby、oh、まるで M1 に乗った宇宙人、気がつかむチューニングな、お前にだけ悩み事も固いことも話しとこうって思う、完全にお前に依存症、日本語英語何語でもいい、しかして愛のメモリー満たして、 Hey 愛してんぜ音色、 You're my baby、 誰よりもずっとお前でいてもらい、愛してんぜ音色、 You're my baby、 深い深い世界で入りな、誰よりもずっとお前でいてもらい、愛してんぜ音色、 You're my baby、 深い深い世界で愛し合う。Yeah、 すごいみんないい顔してて、いい声もして、俺の音色がこんな素敵な会場で響き渡ってる、プレゼントももらえてただで、すげえいい夜だが、しかしちょっと足りない音色があるんじゃないかなと思うわけ、ちょっとこの音色が少ないかな、ちょっとこの声が少ないんじゃないかなと俺は思うわけ、もっと聞きたい、じゃあ呼べばいいじゃない、誰、三浦大知、
でもないよ、俺がありがとう。じゃあその足りない音色早速いってみようか、クマ。2014年も本当いろいろあったね。そうですね、仕事始めが大事だったしそうですね、そう、そうだ、あと2人で旅行してね、車で。そうなんですよ、小旅行ですよ、はい、ついで的な感じでさせていただきまして、で目的地に行ってここの駐車場に止めようって決めといてたんですよ。で行ったら満車で、わーみたいな、入れないやつって、うん、なあ、わーおつって、2人でね、わーおちなみに大ちゃんも助手席完璧よこれ今北なんで、まあ、その話はいいや、ね、その話ももうちょっといいじゃんそれはもういいだろうお前はもう そのぐらいの格好さにしておきなでね、でじゃあ次 あの駐車場行こうって言って行ったら、そこがあの友人の駐車場で、でこう入ろうとしたらこう止められて、あすいません何時間、あああみたいなそうなんですよね、あーって気づかれてね、で2人で降りてきたら、なんかすいませんサインしてもらっていいですかとか、2人のすごいファンなんでとかで電話にな、2人でサインして、うん、2人のファンとか嘘だよとか言ってな本当ですかね、なんか本当かよとか言って、いや本当にありがとうございます、いやもうだあのここはあの帰りあの黙って出ちゃっていいんだ、あのサービスしますからと、うん、いいんすか、どうだ、ありがとうございます。もっとサインしようかなって言ったら、ね、ありがとうございますって言って、で、まぁ、あ、ちょっと遊んで、で、そこの駐車場戻って、出ちゃっていいって。ね。そうですね。言うから、はい、で、俺が運転して、で、車乗ってこうやって行って、したらその受付の人がこう手でも振ってくれるかと思ったら、こう出てきてこう止めるわけ。さっき黙っていいって言ったじゃん。と思ったらね、こういうわけ。あの、すいません。車なんで全速力はなしでってね、三浦大知、そしてもちろん車、ありがとうございました、ありがとうございます。車さんの熱狂のライブお聴きいただきました。メジャーデビューシングル音色については、この日のライブのセットの最後、三浦大知さんとの全速力、まさにこの10年をデビュー曲から最新曲へ駆け抜けていくようなスペシャルなセットリストでしたよね。途中でサプライズでクリスマスイブラップも飛び出したり、まあ歓声が止まないクレバさんのライブでした。そのライブの模様を来てくれたお客さんの楽しそうな写真がいっぱい番組の Facebook ホーム、